ごきげんよう。高齢者モチベーションアップ、講演家の宮崎文隆です。今日は2024年8月の19日月曜日です。今日は昨日前夜祭がありまして、今日は第1日目でお迎えております。何かと申しますと、第65期王位戦7番勝負4局の1日目が今日であります。昨日前夜祭があってね、かなり盛り上がっておりましたね。場所は佐賀県、唐津市でありました。そして、今回は第4局ですから、今藤井聡太王位が2勝1敗でリードしているというところで、第4局の1日目が始まりました。今回は先手番が渡辺明九段、そして後手が藤井聡太王位であります。まあもちろん渡辺明九段は藤井聡太王位の研究はものすごいしているわけで、今回は先手ですからね、その作戦といいますかね、戦略と申しますかね、そんなのを考えてきているところであります。そして、第、最初の一手は、渡辺明九段は7六歩というんでね、角道を開けた一手でしたね。そして、藤井聡太王位は8四歩と飛車の前の歩を突いて始まりました。これは矢倉模様になって進んでいきました。そして、途中でですね、矢倉中飛車というのをですね、藤井聡太王位が取りましたね。まあ、これは中飛車といってもですね、これは居飛車に入るそうですね、分類としてはね、矢倉中飛車ということで居飛車に入るそうですが、でも珍しく中飛車に振っております。そんな形でなかなか見応えのある面白い戦いと対局となっていきました。そして、なんとですね、時間の消費が あと残ってる時間がですね、藤井聡太王位は5時間15分、そして渡辺明九段が3時間12分とですね、ここで、2時間の差がつきましたね。まあ普通ならですね、渡辺九段の方が時間を残して進む感じになるんですが、今回42手目のですね、をなんと渡辺明九段が158分ぐらい考えたんですね。これはちょっと意外なかったですね。そんな手が2つか3つぐらいしか考えられんところでですね、まあその後のことも考えておられたんでしょうけど、それにしても157分、それで一気に藤井聡太王位の方に時間が2時間ちょっと有利に進んだわけであります。そしてその時の43手目を報じて、大江渡辺明九段が封じました。43手目です。そしてその残り時間が、今言いましたように藤井聡太王位の方が2時間ほど有利になってます。5時間15分、渡辺明九段は3時間15分となっております。そしてですね、その時の AI の評価価値、これは藤井聡太王位の方が 54%、渡辺明九段の方が 46% となっております。まだその AI はちょっと差をつけてますが、まあ、ほとんど互角というところであります。でも次のですね、封じ手を開いたとこからですね、これは大きく局面が動いていきますね。いやー、今回は渡辺明九段が、まあ、矢倉戦法でね、相勇者でもなし、角換わりでもなくて元気でもなくて矢倉という戦法をね、取っていかれました。まあちょっと珍しいことは珍しい、
ということになって進んでまいりました。さて、この封じ手になんと158分ぐらい考えたという、この一手は大きく展開を変化をもたらすものであり、時間的にもかなり使ってますからね、ちょっと後半になって不利な時間配分になりましたが、でもそれを使ってでもこの封じ手の手を考えなければいけなかったというところが、どちらへ転ぶのか、なんか渡辺明九段の勘違いがあったのか、いやそれでもそれを乗り越えて新しい手が生み出されるのか、いやこの封じ手、いや楽しみであります。そんなところで今日は第65期王位戦七番勝負第4局の1日目を、佐賀県の唐津市で対局をやっているのを今日はお送りしました。明日が楽しみですね。明日はもっと今日よりもっとモチベーションアップさせたいと思っております。ごきげんよう。